どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、最近バイト先で、私のことを意識してる感じの同僚がいるんだ。あら、それは不気味な話ね。不気味って、ひどい言い草だな。私のことをチラチラ見たり、会話すると明らかに動揺したりしていて、微笑ましく見守っていたところだったんだが。言われてみれば、魔理沙の感じ方が正しいわね。最近起きたある事件のせいで、変な受け止め方をしてしまったわ。似た状況から事件に発展した話でもあるのか？そうなのよ。被害を受けた女性と犯人は元同僚の関係にあって、被害女性は一方的に好意を寄せられて困っていたの。それで事件に発展したのか。怖くなってきたんだが、少し詳しく話してほしいぜ。それじゃ今回は熊本市元同僚女性殺害事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2024年7月2日の午後3時15分頃のことだったわ。熊本市北区植木町の資材置き場の敷地内で、エンジンがかかったままの軽自動車が発見されたの。エンジンがかかったままってのはおかしいな。もしかして、中に人が乗っているんじゃないか？後部座席には女性が倒れていたの。彼女は58歳でアルバイトをしていた川辺里美さんだったのよ。7月1日の夜に、里美さんが帰宅しないことを不審に思った家族が、警察に相談していて、捜索が行われていたというわけね。連れ去られて意識を失っていたのか。倒れているという状況で心配になってしまうんだが、里美さんは無事だったのか？いいえ、残念ながらすでに亡くなっていたわ。遺体として発見されるという最悪の結果になってしまったのよ。なんてことだ。しかし、軽自動車のエンジンがかかっているなら、犯人も近くにいるんじゃないか？近くどころの話じゃないわね。男が運転席に座っていたのよ。警察が来たのに逃げずに車に乗っていたのか。運転席に座っていたのは51歳の園村刑事という男だったわ。彼は熊本県山鹿市で小売業をしていた人物ね。じゃあ、園村が犯人ということで間違いないぜ。その場で即逮捕になったんだよな。いいえ、園村が逮捕されたのは、里美さんの遺体が発見されてから約1ヶ月後の7月30日だったわ。警察が来た時に運転席に座っていたのに、約1ヶ月も逮捕できなかったってどういうことなんだ？その理由はその村の異常な行動にあるのよ。次はその行動について話していくわね。何をしたんだ？遺体が発見された車内の状況もそうだが、明らかにその村が犯人って感じの状況だったよな。一目で犯人とわかる構図だし、どんなにひいき目で見ても共犯者という状態ね。ちなみに軽自動車の所有者もその村だったわ。どう見てもその村が里美さんを誘拐して殺害してるじゃないか。それなのに逮捕が遅れた理由は何だったんだ？まさかとは思うが、急発進して走り去ったとかじゃないよな。ある意味でそれ以上のことをしたのよ。警察は捜索の末に軽自動車を発見して、里美さんの遺体も見つけたんだけど、この時に運転席にいたその村に職務質問を行っているのよ。なるほど、状況で判断してすぐに手錠をかけるわけにはいかないのか。じゃあ職務質問の間に、その村は警官たちを振り切って逃亡したのか？さすがにそれはできなかったわ。その村は逃げようとはしなかったんだけど、予想外の行動に出るの。なんと、おもむろに取り出した包丁で自分の腹を刺したのよ。切腹したのか？切ったんじゃなく刺したのよ。しかし、職務質問しようとした途端に自分の腹を刺すとか、その場にいた警官も衝撃だっただろうな。後部座席の遺体発見も含めて、二重の衝撃だったでしょうね。こうして逮捕どころではなくなってしまい、その村は入院して回復を待ってから逮捕することになったのよ。重傷の状態で逮捕はできないというわけか。そういう事件、たまに見るよな。犯人が自分を傷つけたり、犯行の際に傷ついたりした場合は、逮捕や取り調べの前に、まず治療が行われるのが常だからね。そういう事件を見るたびに、犯人が丁寧な治療を受けることにもやもやするんだよな。そう思う人もいるのはわかるけど、きちんとした取り調べを行って起訴して、司法による裁きを下すためには必要なことなのよ。まあ、それは十分にわかってるんだけどな。で、その村がいきなり腹を刺した理由はわかったのか？本当に死のうとしていたのか？そこの動機についてははっきりしていないんだけど、安直な推測で言えば逮捕される前に自害しようとしたのかもしれないし、大怪我を負って逮捕を遅らせようとしたのかもしれないわ。気が動転していた可能性もあるけどね。人の命を奪っておいて、その罪からも逃げようとしたんだとしたら、なおのこと許せなくなってくるな。その村の行動のせいで逮捕が遅れてしまったわけだけど、ここからはその村と里美さんについて話していくわね。腹を刺したのが衝撃的すぎて頭から抜け落ちていたぜ。そういえばその村と里美さんはどんな関係だったんだ？単なるバイト先の同僚だったそうよ。
あまり深い関係ではなかったんだな。少なくとも里美さんはそう認識していたし、その村とそれ以上の関係になろうとは思っていなかったそうよ。そもそも里美さんは既婚者だったからね。じゃあ、完全に脈なしの状態にもかかわらず、その村の方からアクションを起こしたんだな。そのようで、バイト先でもアピールをしていたと思われるわ。事件前、里美さんは別の同僚に、好意を寄せられて困っていると、その村に迷惑していると相談しているのよ。その村の片思いだったわけか。しかし、51歳にもなって相手に迷惑がられるような、アプローチをするなんて、その時点でちょっとヤバそうだな。年相応のアプローチではなかったということになるわね。それで、その状況からどうして事件に繋がるんだ？里美さんがその村を怒らせるようなことを言ってしまったのか？特にそういう情報はないし、その村に問題があったようね。これはその村を知っているという人の証言なんだけど、その村の自宅からは日常的に大声で喧嘩するような声が聞こえていたそうなの。雨戸を閉めていても聞こえてくるほどだったそうだから、相当な喧嘩よ。家庭環境が荒れていたのか。その人の話によると、どうやら兄弟喧嘩が絶えなかったそうね。詳しい家族構成は不明だけど、家庭不和の状況にあったことは間違いないし、兄弟喧嘩をしているということは結婚している可能性も薄いわ。さらにその村は仕事が長続きしない傾向にあったという話よ。家で兄弟と喧嘩して、職場では迷惑行為か。それだけで危ない感じがするが、里美さんは警察に相談はしなかったのか？そこまではしていなかったわ。相談するほどのストーカー行為はしていなかったのか。それとも里美さんが我慢していたのかはわからないけどね。前者の場合、その村はいきなり犯行に及んだことになるな。しかし、どのようにして里美さんを軽自動車に乗せたんだ？その村が犯行に及んだのは、2024年7月1日だったわ。その日、その村は軽自動車で里美さんの自宅に向かったの。いきなり自宅に突撃したのか。その様子を誰かが見ていたのか。防犯カメラに映っていたのよ。映像の中では、車から降りたその村らしき人物が、里美さんの自宅の敷地に出たり入ったりして、再び車で走り去っていく様子が映されていたわ。完全に犯行の下見をしているじゃないか。その後、里美さんを自宅から連れ出したのか？どうやらそのようね。事件後の捜査で、里美さんの自宅の玄関が荒れていたことが分かったの。傘立てが倒れて、靴も散らばった状態で、さらに靴箱が壊されていたわ。里美さんもかなり抵抗したんだな。さらにそこから、その村が用意したと思われる、催涙スプレーも発見されているのよ。そこまで見つかっているなら言い訳はできないな。映像も凶器も残っているんだから。あって口論になったとかじゃなく、最初から連れ去る気だったんだぜ。それは間違いないわね。そして、連れ去られた里美さんは殺害されてしまったの。死因は何だったんだ？窒息死だったわ。その村は車内で、里美さんの首を手や腕で絞めて、殺害した容疑がかけられてるの。思い通りにいかないから、首を絞めて命を奪ったわけか。催涙スプレーを用意して家の下見をするほどに計画性があったのに、連れ去った後の犯行は、場当たり的な感じに思えてしまうな。その村は相手の抵抗を甘く見ていたのかもしれないわね。玄関でもかなり争っているし、車内でも里美さんは抵抗したんだと思うわ。怖くてたまらなかっただろうな。里美さんの心中を想像するだけで胸が痛むぜ。しかし、その村は里美さんを連れ去って何をするつもりだったんだろうか。個人的な推測も入ってしまうけど、乱暴する気だったんだと思うわ。ひどい話だな。霊夢はどうしてそう思うんだ？催涙スプレーは連れ去るための道具だとして、包丁を持っていた理由が他に思いつかないからよ。そういえば、その村は警察の職務質問を受けた際に、持っていた包丁で自分の腹を刺したんだよな。考えてみれば、軽自動車に乗っている人間が、包丁を持っているというのもおかしい話だぜ。その包丁は、里美さんを脅すために持ち込んだものだと思うわ。自宅から里美さんを連れ去った後、資材置き場に車を止めて、包丁を突きつけて抵抗できないようにして乱暴しようとした。という計画だったなら包丁を持っていたのも頷けるしね。つくづく最低な犯行だな。でも、里美さんの抵抗が想像以上だったのか、もしくは包丁を突きつけてもなお抵抗してきたのか、どちらにしてもその村は、乱暴するどころではなくなったんだと思うわ。結果的に首を絞めて命を奪った形になるわけか。しかし、最初から殺意があったとも考えられるよな。それなら自宅の玄関で刺してると思うわ。好意を寄せていた女性を道具を用意して制圧してまで。誘拐したんだから、乱暴しようと企てていたのは確実ね。車が停車していた資材置き場という場所から見ても、確かに第一の目的は乱暴することだったわけだな。人気のないところまで誘拐して、乱暴しようとしたのは間違いないわね。その後はどうするつもりだったんだろうな。
その村が都合のいい思考回路をしていたのだとしたら、乱暴した後に無理やり交際関係に持っていこうとしていたのかもしれないわ。おいおい、成人向け作品の見すぎじゃないか？乱暴してきた相手に好意を持っているように錯覚してしまうという。防衛規制は確かに存在するけど、事例はかなり少ないからね。その村は仕事が続かないとか家で喧嘩が絶えないとかで、ストレスが積み重なって、心中しようとしたんじゃないか？里美さんを乱暴した後に、包丁で命を奪って自分も死のうと、考えていたとしても不思議ではないよな。その村の供述が本当かどうかで分かれるわね。結果として、里美さんが亡くなってその村が生き残って逮捕された。これだけが揺らぐことのない事実よ。里美さんにとっては本当に救いようのない話だぜ。ただアルバイトしていただけなのに、変な男から一方的に好意を寄せられてしまった結果がこれだもんな。悲劇というほかないけど、とりあえず話を戻すわね。里美さんがいなくなったことに、その日のうちに家族は気がついたわ。夜には警察に妻が帰ってこないと相談していたのよ。それで、翌日に見つかったというわけだな。その村が逮捕されたのは良かったが、最近の事件だから裁判は先なんだよな。殺人罪で起訴されるのはほぼ間違いないとして、いつ起訴に踏み切るのかも裁判がいつになるのかも不透明ね。まだ事件の周辺情報を調べないといけないもんな。ストーカーの上に殺人となった場合、その村にはどれくらいの刑が下されるんだろうか。事件の全容が不明だから完全にとは言えないけど、今回と似た事件の判例を見ていくわね。似た事件があるのか。博多駅前ストーカー殺人事件よ。くしくも同じ九州の事件なんだな。どんな内容だったんだ？2023年1月16日に JR 博多駅前で、当時38歳の女性、川野美希さんを待ち伏せして刺殺したとして、1月18日に当時31歳の寺内進という男が逮捕されたという事件ね。寺内は川野さんの体を刃渡り24センチの包丁で十数箇所刺していたわ。待ち伏せして10箇所以上も刺したってことは、寺内は最初から川野さんを殺す気だったんだな。寺内本人は否認し続けていたけどね。寺内は2022年4月に川野さんと交際したけど、半年ほどで破局したの。そのすぐ後に、川野さんが警察に相談していて、寺内はストーカー規制法に基づいて警告を受けていたわ。典型的なストーカーじゃないか。その約1ヶ月後には、再び川野さんが警察に相談し、寺内には接近禁止命令が出されていたわ。危ないやつだな。待ち伏せして刺すという異常行動も頷けるぜ。でも、弁護側は待ち伏せをしていないと主張していたの。さらに恋愛のもつれや恨みもなかったため、ストーカー規制法違反については無罪を主張していたのよ。それはさすがに無理があると思うぜ。殺人罪は否定しようのない事実だから、弁護側はストーカー規制法違反を無罪にしようとしたわけね。そこが争点になったわけだな。で、裁判はどうなったんだ？争点になっていたストーカー規制法違反だけど、川野さんが二度も相談していた状況が加味されて、成立するとされたわ。結局、ストーカー規制法違反も含めた罪で、求刑懲役30年のところ、懲役20年の判決となったの。個人的には罪が軽いように思えてしまうが、ストーカー規制法違反が認められたなら幸いだったのかもな。しかし、だとすると今回の事件のその村はどうなるんだろうな。殺人罪は事実だし、銃刀法違反も事実ね。その上で争点になりそうなのは、殺意があったかどうかと、何が目的で里美さんを誘拐したのかになると思ってるわ。乱暴目的で誘拐して抵抗されたから殺害したという、私の推測通りの犯行だとしたら悪質極まりないよな。無期懲役でもいいように思えてしまうぜ。でも、度重なるストーカー行為の末に殺人をした。寺内が懲役20年になっているわけだから、その村が無期懲役になる可能性は低いと思われるわ。しかし、乱暴目的で誘拐したなら悪質じゃないか？立証されたとしたら悪質と判断されると思うわ。でも、無期懲役になるとはさすがに思えない状況ね。なんとも歯がゆい話だぜ。警察は里美さんとその村の携帯電話の履歴も、捜査しているそうだから、その結果がどうなるかにもよるわね。連絡先の交換をしていたのなら、事件前の二人のやり取りから関係性を見られるわけだな。その村への罪はともかくとして、事件の全容を明らかにしてほしいぜ。里美さんのご遺族も、代理人弁護士を通して、捜査が尽くされることを願います。とコメントしているのよ。私も事件の全貌が明らかになった上でその村が裁かれることを願っているわ。今回の話はどうだった？その村の性格とか事件前後の話とか、まだまだわからないことが多く存在する事件だったな。そうね。その村は逮捕されたばかりで警察も周辺情報の捜査をしている段階だから、裁判ができるほどに情報が集まるまでにも時間がかかると思うわ。そもそもその村がストーカーだったのかもわからないしね。
里美さんは警察に相談まではしてなかったんだもんな。日常的な付きまといをしていなかったのかもしれないが、この経緯でストーカー認定されないのはちょっと疑問だぜ。その村がストーカー行為をしていたかどうかも、この先の捜査の結果次第というわけね。携帯電話の履歴から何が出てくるかだな。とにかく、里美さんが浮かばれるような結末に進んでいくことを祈るぜ。そうね。マリサも同僚からの行為に喜ぶのは結構だけど、少しは警戒心を持った方がいいと思うわ。そうだな。行為は喜びつつ、それとなく断る方向で動いてみるぜ。何かあったら周囲の人や警察への相談も視野に入れてね。ああ、人に相談することも重要だもんな。というわけで今回は熊本市元同僚女性殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。